静岡地方気象台によりますと、おととい午後4時に発生し、牧之原市勝田から勝間にかけて被害があった突風について、竜巻と推定したということです。根拠として、突風発生時に活発な積乱雲が通過中だったことや、被害や痕跡が帯状に分布していたこと、ゴーという音が移動したという証言が複数得られたことなどを挙げています。突風は風速およそ35メートルと推定され、強さを表す日本版改良藤田スケールの6段階の指標のうち、最も弱い分類に該当するということです。また、午後3時50分ごろに発生し、牧之原市すすきから大沢にかけて被害があった突風については、竜巻の可能性があるが、特定には至らなかったとしています。屋根があったもんですから、中のこういうのが全部雨漏りがして、全部やって。すみません、じゃあこちらで、はい、申請書の方を書かせていただきますので、はい、お願いします。すみません、はい、よろしくお願いいたします。一方、り災証明書などの受付も今日から、牧之原市の総合健康福祉センターで始まっています。り災証明書は、自然災害により住宅などが被害を受けたことを証明するもので、保険金などの請求に使用されます。瓦がめくれ上がりまして、で何枚か屋根瓦の方が破損しまして、びっくりしましたね。まさか自分の家がなるとは。市によりますと、午後3時までに、り災証明書の申請が6件、被災証明書の申請が9件あったということです。市は、申請期限は6ヶ月以内ですが、できるだけ早めに申請してほしいと呼びかけています。